皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログの俊です。今日は中学2年生の歴史、産業革命についてお話します。この産業革命っていうのは何かというと、これ機械の発明とか生産手段の改良、技術の改良、こういうことによって産業だけではなくて社会の仕組みまで変わってしまったこと、これを産業革命と言います。具体的にはこのワットという人が蒸気機関を改良して綿織物を安く大量に作れるようになりました。またスティーブンソンという人、これ蒸気機関車を作っています。このおかげで人や物を移動させる手段ね、運輸ですね、この一大変革、これが始まりました。この蒸気機関というのは実はワットが作ったわけではありません。ニューコメという人が、炭鉱で穴を掘ると地下水が出てきますよね。この地下水の排水ポンプ、この動力として発明したんですけど、なかなかこれがね、効果が薄かった、良くなかった、で広まらなかったんですね。それをワットが改良していろんな産業の動力、機械の動力として使えるようにした、こういうことです。この産業革命、世界で最初に起きたのはイギリスでしたね。このためイギリスは他の国とグワーンと引き離すような工業力を持って世界の工場と呼ばれるようになりました。これなぜイギリスで世界で最初に産業革命が起きたのか、5つ挙げてみました。1つ目は2度の市民革命、ピューリタン革命と名誉革命ですね。これによって自由な生産活動が広がっていた。2つ目は工場制手工業、これが発達していた。つまりみんなで一つの場所に集まっていろんなものを手分けして、作っていた。それから3つ目、農業の効率化が進んで土地や職を失った農民の人たち、これが都会に働きに来ていた。この産業革命のちょっと前、農村では、農業機械とか農業器具の改良によって少ない人数で農業経営、これができるようになったんですね。このために職を失ったとか土地を失った農民の人たちが出て、その人たちが都会に働きに来ていたということです。4つ目、広大な海外の市場を持っていた、植民地をたくさん持っていた、ね、簡単に言うとこういうことです。5つ目、石炭や鉄などの資源、これがたくさんあったんですね。資源があった。この5つのことで世界で初めてイギリスで産業革命が起きた、こういうことが考えられるんですね。では経済はどうだったか、経済の変化、それまではね農業中心だった、それが変わっていきます。都市とか機械などの生産手段を持つ資本家、こういう人たちと工場などで働いて賃金を得る労働者、この2つの身分の人たちが社会を動かす大きな力になっていきました。この経済の仕組みを資本主義、こう呼びます。でも資本主義っていいことばかりじゃありません。いろんな社会問題が出てきます、ね、資本主義の下で多くの社会問題が生じた。何かというと長時間の労働、長い時間安い賃金で働かされると、こういう問題、それから労働災害、ね、工場での事故やなんかですね、こういうもの、さらには貧富の差、これがどん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 大きくなると。資本家はお金が儲かってどん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 すごいお金持ちになっていく。でも貧しい人は貧しい人のまま苦しい生活を強いられると、こういうことですね。で資本家は強い力を持って労働者は立場的に弱いと。じゃあ弱い立場の人たちはどうしたかというと、みんなで団結して労働組合を作っていきます。労働組合を作って労働条件の改善から労働者保護の法律を作る、こういうことを目指した活動をしていきました。この資本主義の中でマルクスという人が出てきて、マルクス、この人は貧富の差の原因は資本主義にあると、こういうふうに言います。そして生産手段を共有する、つまり工場とか機械とか土地、これは個人のものじゃないと、みんなのものにしようと、こういう平等な社会を作る社会主義、こういう考え方を主張して資本論、こういう本を書いています。今回は
産業革命についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。